ポッキーラジアンサンデー、5月のマンスリーゲストはパスケのボーカル大和田夏樹とベースの辻崎よしこにです。パスケよろしくお願いします。あさってのトークテーマは、はい、15歳少女漫画の雑誌に漫画を投稿。知らなかったですよね、初めて聞きました。そこからですよね、もうすぐデビューが決まり、 でやっぱ印税生活になって、それでまあ要はあまりにいきなりお金を手に入れちゃうから、結局まあ家族も揉めちゃって、でもういよいよ漫画なんてやってられないってなって金持ち？いや一瞬はね、でそのその後は結局、まあ、まあ音楽の道がやっと救ってくれたみたいなね。だあの話言ってないですよね。山田さんの方が大田さん知ってるって、ね、でしょうね。だって今も実際まだ連載やってますからね。マジですか？え、あのなっちゃん、あの名前を変えてまだ漫画家ですから。その名前ってちなみに、あもう集英社と講談社と、まあ皆のところにもちょっと契約も、まあ、名前言えないですけどね。言えないですね。初めて聞きましたね。もう先生って言われてますからね。結成10年にして初めて聞きましたね。でしょ？だってに絵が上手いのおかしいと思ってたでしょ？本当は漫画家なんですかね。っていう話をしません。明後日のポッキーラジアンサンデー、どんな話になるのかお楽しみに。お願いします。お願いします。